人類の 98% が悪魔に支配されていると聞いたら、皆さんはどのように思われますか？皆さんが幸せになれない、成功できない、この世界から争い事が絶えない、その原因が悪魔の仕業だと聞いたら、皆さんはどのように思われますか？はい、どうも皆さん、こんにちは、ヨンソです。本日は皆さんに一冊の本についてご紹介させていただきます。そのタイトルは、悪魔を出し抜け。この本は、思考は現実化するで有名なナポレオン・ヒルが1938年に突如、悪魔と会話ができることになり、その悪魔との対話を書き記して一冊の本に書き上げたものなんです。しかしこの本は、なぜか親族の反対に遭い出版されることがなく、70年間封印されてた幻の本というふうに呼ばれてたものなんですね。これがなぜか2013年にナポレオンヒル生誕130周年を記念してこの世の中に出てきたという、この本が出た当初はね、非常に話題となりまして、僕もね、この本の存在は噂では聞いてたんですけども、実際に読んだことはなかったです。最近この本をね、手に取って読むことになりまして、衝撃を受けましたね。なぜかというと、今この世界でリアルタイムで起きていることが、なぜこのようなことが起きてしまうかっていうことに対する答えをもらった気がしたんですね。特にこのコロナの期間、そしてコロナが明けた後の、ウクライナとロシアの戦争、そして今現在行われているパレスチナ情勢、そういったものがなぜ起こってくるのかというものに対する答えがある種ここにあったんですね。だから僕は非常にこの本が今のタイミングで皆さんに知っていただき、皆さんが手にして読むということが僕はめちゃくちゃ大切なタイミングのように思うんですよね。だから僕はこの本を何度かね、読み込ませていただいて、今日は皆さんにね、僕なりの咀嚼した内容をね、要約してお伝えさせていただきたいというふうに思いますんで、ぜひね、動画を見ていただいてためになったよとか参考になったよっていう方はね、ぜひいいねボタンとね、チャンネル登録の方も合わせてよろしくお願いいたします。はい、ということでこの本はね、ナポレオンヒルが悪魔と対話をしていくっていう中でね、物語が展開されていくんですけども、ぶっちゃけた話、実際に悪魔と対話したかどうかということは僕はあまり関心がなくて、この中身内容がめちゃくちゃ今の時代に大事なんですよね。僕は YouTube の方でもね、日本人の9割が思考停止でやばいみたいなね、そんな内容の動画を出させていただいたんですけど、まさになぜ人間が思考停止に陥るかっていうところをこの本がめちゃくちゃ分かりやすく解説してくれてるんですね。これは一言で言うと、どういうことを訴えている本なのかというと、自分で考える大切さと、自分で自分の人生を決め、そして目標を持ち前に進んでいく、決して流されることない自分軸を持った生き方をしてほしい、そんなメッセージが込められているように思います。だからそれを1938年当時にこのメッセージを受け取ってこの本を書き上げたっていうことは、相当ナポレオンヒルは何らかのエネルギー、何らかの意識につながってたんではないかなっていうことをね、僕は個人的に感じてますよね。だから実際にね、僕らが想像する悪魔みたいなのが目の前に来て、その悪魔とね、なんかデスノートじゃないですけどね、そういった形で会話をしてたっていうことよりも、多分ナポレオンヒルが受け取ったインスピレーションをなんか形にしたのがこの本だったんですけど、僕らの心の中にもなんか天使と悪魔が存在してるみたいなのってなんか感じることないです？要するにポジティブな自分とネガティブな自分とかね、やる気の出る自分とやる気をそぐ自分とか、コントとかテレビとかでも天使と悪魔が出てきて葛藤するとかっていうシーン出るじゃないですか。だから自分の心の中には常に天使と悪魔、神と悪魔っていうんですかね、それが存在しているように思うんですよね。本の内容がとても僕はね、1938年当時の世の中に出てる情報とか、そういったものを考えた時に、なんかこういった表現方法が出てくるっていうことが何らかのね、意識につながっている人ではないと書けないものではないかなっていうふうに、僕個人的なね、感想としては感じますよね。悪魔がね、この人類の 98% を支配してるっていうふうに言ってるんですけども、悪魔は何百万年も間人間をですね、恐怖と無知によって支配してきたっていうふうに言うんですよね。で、悪魔っていうのはどういう存在かというと、否定的なエネルギーからできている存在だっていうふうに言います。
この宇宙というものは、物質もそうですし、あらゆる精神的物理的エネルギーというのは半分に分かれてて、その半分が否定的なエネルギーで、その半分が肯定的なエネルギー、そしてその否定的なエネルギーを代表するのが悪魔という存在で、この肯定的なエネルギーを代表するのが我々が神と呼んでいる存在ね。これで大体エネルギーを宇宙というのは二分しているということを本の中で書いているんですよね。多分これは陰と陽の話なんですけども、ただ悪魔が言ってることが本当だとするのであれば、 98% の人類は悪魔、いわゆる否定的な思考に支配されてるっていうことなんですね。なぜね、悪魔が人間をね、否定的な思考に支配していく、自分のコントロール下に置こうというふうに努力をしてるかというと、悪魔は本の中で悪魔というものは人間の否定的な思考とか意識の中にしか存在できないっていうふうに言ってるんですね。神様たちが、じゃあ悪魔のやってることを止めることができないのかとかね、悪魔をなんかね、やっつけることができないのかっていうふうに思うんですよ。僕も思いましたよ、本読んでる時に。でもね、悪魔はこう言ってるんですよね。神は悪魔を止めることはできないと。私が人間をコントロールすることをやめさせることができるのは人間自身だけだと。私を止めることができるのは正しい思考の力だけだと。神が私を邪魔できるとしたら、私がこんなに多くの人間を支配することなどできるわけがないだろうということを言ってるんですね。だから神という存在は人間に何かこう手助けをするとか手を差し伸べるということよりも、自分で考えて自分でそこから抜け出していくっていう経験を邪魔しない存在だと思うんですよね。課題があってそれに対する解決手段がある、悲しみがあって喜びがあると一緒で、なんか悪魔と神の存在ってなんかこういうエネルギーの話ではないかなっていうことを僕は改めて感じたんですよね。だからこの世界っていうのは常になんか失敗があって成功があるとかね、悲しみがあって喜びがあるとか、苦しみの果てに何か感動があるとかっていうふうに、これ陰陽で分かれてるわけじゃないですか。これどっちが欠けてても人間にとってこの感情というのが生まれてこないのだとすると、とにかく仕掛けてくるものはまず否定的ネガティブな状況、例えばトラブルであったり、自分が経験したことないような大きな問題がのしかかってくる。そうすることで人間は自分でそれを変えようとする努力をする、考えるっていうことが始まりますよね。そのプロセスの中で人間というのは様々な経験をしていきながら成長していく。だからそれは神が手を差し伸べて成長の経験を奪わないという話と非常に似てるんですよね。だから悪魔の目的っていうのは、とにかく人間に自ら考えさせることを放棄させて、流される人間を大量に作って人間の意識を否定的にコントロールするんですよ。常に人間の脳とか意識にそれを訴えかけてる、否定的なね、思考とか考え方みたいなのは、それはありとあらゆる手段を使ってるそうなんですけども、それは現代で言うとテレビ、ラジオね、新聞、SNS ね、そういったプロパガンダも含めてありとあらゆる情報というものを使ってまず人間を洗脳していく、否定的な考え方にコントロールしていく、もっと言うのは悪魔の味方になるような、悪魔の加担者になるような情報をどんどん流していって、知らず知らずのうちにその染まってしまった情報とか考え方が自分の考え方だと思って錯覚して、それによって自分で選択して行動してるっていうふうに思い込んでるんだけど、実はそれはもうすでに流されてるっていう状態ですよね。でしかもその流されるっていうところを、もう幼少の頃からそういうことが始まってるっていうことを悪魔は言ってるんですよね。例えばそれは親の影響とかがそうですよね。親の影響によってなんか自分らしく生きるとか自分の考えを持つっていうことよりは、例えば日本で言うとね、勉強しっかりしていい大学に入っていい会社に就職するとか、公務員になって定年まで働いて退職金をもらう、これが一番安定の道なんだよっていうね、こういった教育を親から受けてしまうと、例えばミュージシャンになりたいとか画家になりたいとかね、なんか自分の夢とか希望があったとしても、それが子どもの頃から環境の中で押し潰されてしまいますよね。もっと言うなら子どもたちとかね、流されるっていうことを一番悪魔と一緒にサポートしているのが親と教師と宣教師ね、宗教家っていうふうに言ってるんですよね。学校というものはまさに本来であれば子どもたちの考える力とか自分で生きる力というのを養う場所にもかかわらず、学校の先生というのは子どもたちから考える力を奪ってるっていうことを悪魔は言ってる。とにかく考えないように考えないように、他人の考え方を教えて
世の中とか世間一般の常識的なものを教えて、その考えに沿って物事を考え選択して行動するっていう、なんかこうロボットみたいな人間を大量に生産していくところが学校の存在だっていうふうに言ってるんですよね。あとは教会とかっていうのは、自分がこの世の中で生きていく上で神の、ね、教えとかに従っていかないと地獄に落ちていくと、だから神の教えに従って生きていかないといけないっていう縛りをつけていくわけじゃないですか。そうすることによって自分の考えよりも神の考えを優先させていく、その宗教の経典とか教えを自分の考えよりも優先させていくっていうことじゃないですか。そうすることによって気づかない間に自分の考え方っていうのがなくなっていきながら、どんどんそちらの方向に流されていくっていうね。なんでこの本がなぜねその当時出版できなかったのは、特にこの宗教家たちを批判するような内容になる、もっと言うのは学校の教師とか親とかっていうふうに、これを出すことによって理解できない人があまりにも多い時代で、まあ、それをね、まあ、ナポレオンヒルが出し世の中に出してしまうと、まあ、非常に家族も含めてね、まあ、身の危険を感じた。だからまあね、出版することを家族がね差し止めたっていうのは、まあ、なんとなくね皆さんも理解できるんではないかなっていうふうに思いますよね。だからとにかくこの流されるように仕向けられてるっていうことを理解した方がいいと思うんですよ。我々は皆さんは自分で流されてないというふうに思ってても、やっぱりね環境の中で我々は流されてしまうんですよ。何もない情報空間の中で我々は情報は得られないわけじゃないですか。だからインターネットであり YouTube でありね、まあ、ありとあらゆるさまざまな情報、特に今の時代というのは情報が過多の時代じゃないですか。そういう中でさまざまな誘惑とかさまざまなトラップが仕掛けられてるんですよ。だからそれは悪魔が言うにはね、恐怖というものを植え付けるっていうのも一つ人間をね、まあ、洗脳していくための手段っていうふうに言ってるんですよね。まあ、その中でも一番効果が高いのは死への恐怖と貧困っていうふうに言ってるんですよね。悪魔はね非常に面白いことを言ってて、貧困は体の病気と同じように伝染する病なのだと。貧困は流される人間の中には常に見つけることができるが、自分の欲するものを知っててそれを獲得することを決意している人間の中には決して見つからないって言ってるんですよ。要するにね、流されることをやめ自分の軸で生きて、自分の欲しいものを明確にしてそれを得るということに覚悟を決めている人間の中には貧困は見つからないって言ってるんですよ。だから僕はそれはその通りだなっていうふうに思うんですよね。なんか貧しくなっていく人っていうのは貧しくなっていくように仕向けられてる。それはなぜかというと恐怖心に支配されてしまってるからなんですよ。怖さから始まることって全部やっぱり不安から始まってしまうんで、何をやってもやっぱりうまくいかないですよね。そこには希望とか理想みたいなのが見出せなくなってしまう。だからむしろそういう人っていうのはドリームキラーになってしまいますよね。そういった努力をしてる人とかね、前向きに生きてる人を否定的に来たりね、そんなに人生甘くないとかね、そんな思った通りにいくわけないとか、身の丈を知りなさいとかね、そういった言葉を世の中に流布していきながら自分で考えない人たちを増やしていく。それが親だとその子供たちもそう育っていくし、またその子供たちが親になればその子供たちにも同じような教育を施していくっていうね。で、悪魔がそれを代々にわたってコントロールしてるっていうことを言ってるんですけど、まあ、人間の意識とか人間の習慣の作られ方ってこんな風にされているように思うんですよね。だからとにかく悪魔はいろんな手法を使って、まあ、時にはね、まあ、賄賂というふうに本の中には書いてるんですけども、金銭欲とか性欲とか食欲とかね、まあ、人間の欲を刺激していきながら考えることをやめさせる、お金だけを目的に生きさせる、お金のためには自分の正義とか自分の軸とか考え方すら放棄させるようにするとかね。だから今の世の中でお金のためには人を殺めたりもするわけじゃないですか。それはまさに異常な社会ですよね。それは人間の恐怖心、貧困への恐怖心、人にバカにされるんではないかという恐怖心、そういったなんかプライドとかそういった意味のないものに縛られていきながら人間を狂気に持っていくっていうね、それが悪魔の仕事だっていうふうに言ってるんですよね。だからとにかく流されないようにする、染まらないようにする、自分の頭でしっかり考えるということをするっていうのが、まあ、僕はねこの本を読んでて非常に大事だなっていうふうに思ったんですよね。だから皆さんが悪魔の味方になっているのか悪魔の敵になっているか、皆さんがその 98% の悪魔に支配されている人間なのか、悪魔の支配から逃れた 2% の人間になれるかどうかっていうのは、とにかくこの本を読む限りは自分の頭で考えるっていうことなんですよ。鵜呑みにしないということです。どんな人が言っていることでも権威とかその人のバックボーンとかそういうもので判断すると誤ってしまうっていうことなんですよ。
だから正しい思考っていうのは常に自分の中にあり、正解も含めて自分の中にしかない、まあ、そういったね、まあ、確固とした考え方を持っている人には悪魔というものが意識の中に入ってこれないっていうことなんですよ。だから悪魔のささやきがなくなるっていうことですよね。この悪魔のささやき、悪魔のつぶやきをなくすためにはしっかりとした自分のね、まあ、考えを持つっていうことが大事。これは今の時代にはめちゃくちゃ僕はね、まあ、大事な教えというかね、まあ、考え方ではないかなっていうふうに思いますよね。これ最後の方にね、悪魔が非常に大事なことを話をしてて、僕ここの部分がね、まあ、この本の肝に実はねなるんではないかなっていうふうに思ってて、ナポレオン・ヒルが悪魔にこう聞いてるんですよね。流されるのは人間だけですかと。悪魔がそうだ、人間以外は皆確固たる大自然の法則にこうして動く、人間だけがそれに反抗し好き勝手に流されるのだ、人間の常識の外にあるものは全て対抗勢力、神がコントロールしている、その法則は絶対であり何事も流されるなどということはありえない、私が人間の意識をコントロールできるのはひとえに人間が流される習慣を持っているからだ、言い換えれば私が人間の意識をコントロールできるのは人間が自分の頭で考えることをおざなりにしたり拒んだりするからだ、流されることのない人間の一番の特徴はこれだ、彼らは常に明確な目標を持っていて、それを実現しようと詳細で明確な計画に基づき行動している、人生の大きなゴールに向かって常に努力し、それ以外にもたくさん持っている比較的小さなゴールも合わせて全てが中心となる一つの計画にまとまってる、要するに流されることのない人間は自分の意思を持ってどんな時も自分の頭で考えるということを言ってるんですよね。僕この最後の文章を見て、なぜ僕がね5億5000万の借金があったところから抜け出して今のように自分自身幸せを感じてやりがいを持って生きられるかっていうのは、確固とした目標を持って自分の頭で考え計画を立て、そしてちっちゃなゴールを設定して、そのちっちゃなゴールをクリアしていくけど、そのゴールというものが常に大きなゴールと一直線につながっている、その計画が一つにまとまっているっていうことなんですよね。だからこの目標と計画が不一致な人っていうものは、いや、ブレてしまいますよね。途中でお金のためにとか丸々のためにみたいなのが入ってしまうと、それによってブレていく、そこは悪魔の、まあ、仕掛けというかトラップに引っかかってくるっていうことじゃないですかね。それはまあ食欲であったり性欲であったり金銭欲、名誉欲っていういろんな誘惑に負けてしまいながら目標にたどり着くことなく気づいた時には流される人間になってしまうっていうね、まあ、そういうことなんですよね。だから流されるのは人間だけだっていうふうに言ってますよ。もちろんそうですよね。自然が流されてたら怖いですよね。流されてて桜がね冬に咲くとかね、夏が来ずに冬の時期に夏が来るとかね、そうすると自然の法則ってバランスを崩すじゃないですかね。だから人間だけがなんかこう不自然になっていきながらどん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 ねおかしくなっていくみたいなね、まあそういう話だと思うんですよね。ナポレオン・ヒルがね、またねこんな風に聞いてるんですよ。流されることのない人間は流される人間と比べて生まれつき精神的、肉体的、霊的に優秀なのでしょうかっていうことを聞いてるんです。悪魔はこう答えます。そんなことはない。流される人間と流されることない人間との一番の違いは両者が等しく持っているものにこそあるのだ。つまり自分の頭を使って自分で考えるという人間なら誰にでも等しく与えられた特権のことだと言ってるんです。多分ね、この考えるという特権を持ってるって人間だけだと思うんですよ。がゆえに迷うとか、がゆえにいろんなね想像が生まれてくるっていうのが人間じゃないですか。だからその時に流されて生きるのことでなく、自分でしっかり物事を考える、自分で考え目標を立てて、それに対する計画を立てて、そこに向かってチャレンジしていくっていうね、まあ、そういった確固とした決意とか覚悟がある人っていうのはやっぱり悪魔の支配から逃れて自分らしく生きていく中で、まあ、肯定的なエネルギー、ポジティブなエネルギーの中で生きることができる、ある種神の領域の世界でね、まあ、生きられる人っていうことをねお話ししてると思ってて、まあ、非常にこの本は成功哲学の元になる考え方にもなるし、どうすれば成功するか、どうすれば人間が失敗するのか、
どうすれば流されないのか流されていくのかっていうことを、まあ、非常に分かりやすく説明してる。詐欺に引っかからないようにね。詐欺は引っかかろうと思って引っかかってるわけではないんですよ。だからその詐欺に引っかからないために詐欺師のテクニック技術を知っておきましょうと。それを知ることによって騙されることがない、自分を見失うことがない、洗脳されることがない、テレビとか、ね、マスコミに言ってるニュースに踊らされることがないというね、まあ、そういうふうな生き方ができるんじゃないか。これからの時代は特にね、やっぱり自分で考えるっていうことがより大事な時代になっているってことは、僕はもう何年も前からね、皆さんにお伝えさせてもらってて、今のタイミングでやっぱりこの本を手にしてね、まあ、皆さんに伝えられるようになったっていうことが非常に運命的で、グッドタイミングではないかなっていうふうに思いますんで、ぜひね、まあ、この本の内容っていうものを皆さんね、手に取ってしっかりそれぞれがね、まあ、感じていただければと思います。最後にね、これめちゃくちゃ面白いんですけども、ナポレオンヒルがね、このように悪魔に質問するんですね。仮に流されるというこの忌まわしい習慣から解放させてやりたくなったとしたら、あなたなら彼らにどんなメッセージを送りますかということを聞いてるんですよ。この悪魔の答えが非常に面白い。悪魔はこう言います。目覚めよ。そして与えよ。何を与えればいいのでしょうか。できるだけ多くの人に貢献できることをすればいい。流されることのない人間もやはり与えるべきなのでしょうか。もちろん何かを手に入れたいと思うなら絶対にそうすべきだ。得る前に与えよだ。皆さん今のやり取りどう思われます。悪魔が言ってるんです。与えよと。何かを手に入れたいと思うのなら得る前に与えよということを言ってるんですね。これは非常にね、まあ、分かりやすい宇宙の法則というか、今の我々の現代人にとってはね、非常にこの大事な内容、これを知ると知らないのでは、まあ、これからの時代ね、全くこの生き方の軸が変わってくるというふうに思っておりますので、まあ、ぜひねこの動画をきっかけにまた本を読んでいただいて、めちゃくちゃ内容濃いし深いんで、僕もうちょっとこう細かく皆さんに本当はお届けしたかったんですけど、何回も読んで何回も咀嚼したんですけど、これが僕の今のレベルでは限界なんで、まあ、ぜひねまだ読んでいただいて、どっかでまたねなんかこの本のシェア会とか、まあ、そういった読書会みたいなのもね、まあ、やってみたいなっていうふうに思っておりますんでね、まあ、ぜひね皆さんも自分でしっかり考える、自分の目標は自分で決める、決して情報とか人とかそういったものに流されない確固としたね考え方を自分の中で育てるということを知っていくっていうね、その大切さをね、まあ、知ることによって皆さんもね悪魔の支配から逃れられる、そんなね人生になると思いますんでね、ぜひ参考にしていただければというふうに思っております。ということで本日は以上です。皆さんありがとうございました。チャンネル登録お願いいたします。ジャッジなしで聞いてくれる人を見つけたら絶対に使命を思い出す。結果っていうのは過去じゃないですか。でもね未来なんですよ。大事なのは過去できなかったことは今もできないし未来もできないという思い込みが生まれるんですよ。こういう話をする時間を増やしてください。夢が叶わないと今は思ってるけども、叶う道を歩もうとしてるのか諦めて生きるのか、2つにしよう。